プールで遊ぶ子供たち。今にも彼らのはしゃぐ声が聞こえてきそうなのどかな光景である。しかしこの写真にも文字通り霊の手が忍び寄っている。ピンクの水着を着た先生の右肘あたりをご覧いただきたい。これはこの先生に取り付いている霊の手である。それは今にも水の中へ引きずり込もうとしているかのようである。投稿者によればこの先生はすでに他界しているそうである。この霊と先生の死に関連性があるかどうか、その真相は闇の中である。